さあ、果たしてナポリタンはうまいこと言ってるか。開けてみますね。はい、オープン。お、おお、ちょっとまあスープパスタチックではあるけど、あるけれども、でもあ、麺もいい具合じゃない？美味しそうよ。できました。しかも間に合わせたかった夕日にギリギリ、あ、もう沈みそうだね。じゃあちょっとこの夕日を眺めながら、はい、私たちの作った、ね、メスティンで作ったナポリタンとホットサンドと、せっかくさチーズが入ってるからきっとホットサンドから食べた方が、確かに確かに、いいよね、うん、このホットサンドは草花ビレッジさんの食パンを使って作ったものです、うん、せーの、いただきます。うん、うん、最高、おいしい、おいしい。あ、今ちょうど夕日が山の向こうに落ちていくよ ね、うん、ね、幸せだね、なんかこんな景色見ながら、これは最高のロケーション、うん、いただきます。はい、いただきます。うん、めっちゃおいしい。おいしい、これ、うん、うん、めちゃくちゃ美味しいじゃん、うん、あのベーコンがいい働きしてますよこれ旨味がすごい。やっぱりさ、ベーコンに助けられたね今回、うん、白川ベーコンのね。そうだ、あと野菜の甘みも、いや、これ大成功なんじゃない。うん、美味、しい、うん、いや、これいいわチーズガレットです。これは中にチーズが練り込まれてる感じ、挟まって焼いた感じかな。そう、いただきます。うわぁ、うん、食感がいいね。そう、ドイツ製の石臼をもう店舗の中に置いていて、うん、雑穀をもう自分で、なんていう、石臼で挽いて、うん、それを使ってらっしゃるんですって。へー、すごいこだわりの製品なんだね。そう、なので、あの、これもそうだし、もう一個これ持ってきているカンパーニュ、これもぜひ食べてもらいたいんだけど、これもその雑穀の香りがすごくて、うん、うん、おー、美味しいわ。あの、噛めば噛むほどすごい味が出てくる、うまみがね、メニューチョイス正解だったね。幸せ、うん、これだからやっぱりキャンプ飯はいいよね。そう、なんかさ、頑張ってあるもので、だって今日も水忘れて炭酸水使ったじゃんそう、あるものでこう一生懸命作って、そのなんかいろいろ発想とかそういうのとかを含めた、このなんていうんだろう、努力の結晶じゃないけど、うん、家のね、やっぱキッチンで作るのとはいろいろハプニング度合いも違うし、そうそうそう、限られたものの中で作り上げなきゃいけないからね。なんかワクワク感とともに、うん、やっぱ美味しさが倍以上になるね。いや、よろしいですわ、これは。さあ、もうね、夕焼け空もいい感じになってきて、この夕日バックに乾杯をしたいなと思って、はい、今治の商店街の中にあります今治町中牧師さんの地ビールを、せーの、乾杯。お疲れ、お疲れ。これは染みるね。おいしい。磯の玉手箱って書いてる。うわー、すごいね、これ。それすごい、9種類選べないな。さあ、それではこの9種類の中から、はい、アジ浜焼きを試食させていただきたいと思います、うん、小アジなのですごく食べやすいサイズになってますね。いただきます。あー、味がしっかり染みてて、これはビールで流し込んでいいでしょうか。どうぞどうぞ。うん、おうまい、最高いや、楽しかったね。ねえ、またぜひお会いできるといいなと思います、うん、ここまでは山崎真奈と宮島奈穂でした。またお会いしましょう。OK ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。
いやもう夕日がさ最高。これちょっともうすいませんすいません、お仕事なんですよこれ乾杯。あーいいね、いい、これですわ